はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。パワプロ TV 見ましたか？来ましたね。いやもうなんか事前のね告知通り3キャラですか、来ましたね。はい、ちょっとなんかワクワクしてきちゃったよ俺、うん、だってまあもう見た方はねもう当然わかってると思いますけども、上限値アップキャラがこの3体のうち1体がいるんでしょ。もうそこっすよね、うん、もうそれに限る。いやもうちょっと誰よ誰よっていう話をしながらまあ見ていきますか。まずは1体目、はい、こちらアテナ。はい、このアテナに関してはイベント報酬だっけ。そうですね、うん、はい、これは、おそらく月曜日の10時からなんかコラボイベント始まるということになってます。そこからのイベントの報酬、うん、キャラになると思います。なるほど、当主なら必殺火消し人、はい、かオリジナル変化球、なんかストレート方向のなんかちょっとブレる感じだったね。上がる系でしたね。上がる系のなんかサークルチェンジ、うん、ツーシームブレる感じ、はい、で野手なら切磋琢磨で、このキャラが変化守備、あれなんか逆になってるね、うん、この表記が。ああ本当ですね、うん、事前の情報で見たのは守備変化だったんだけど、正しくはこっちなのかな。 でしょうね。そうだよね。でこの情報から見ると二刀流でいいのですかね。まあ、うん、ただ投手がメインな感じじゃないですか、この表記の仕方が。ああそうね、はい、うん、なんでやっぱりどうなんですかね。まず、うん、一本前に出してる動画の方では野手キャラとしても臨床ボーナスを持っている守備キャラならもうこれは守備固めのテンプレなんていうものがいよいよスタートするかもっていうところだったんですけど、まあそこよりは何ですかね、守備もついてるっていうところで、まあおそらく精神ボナとか持ってたら強いんじゃないかっていうところですけど、まあただここはイベント報酬ですからみんながいただけるっていうところで言うと、そうね、まあちょっとここは。でもさ、投手で対左とか持ってるのなんかあんまり見ないよね。そうですね、うん、しかも変化球キャラの対左とかあんまり見ないから、なんかそれはそれで貴重な感じはするよ。うん、うん、変化キャラで必殺火消し人ですもんね。そうだよね。まあまあでも上限チャップはここじゃないんじゃない、うん、これじゃないよね。違うと思います。うん、てか全員持ってたりしてた。3体のうち1体とは言ってない。言ってた、どれかが上限アップ持ちみたいな感じだったな。うん、じゃあちょっと次のキャラも見ていきますか。はい、続いてソニア、はい、これが筋力だったかな。はい、筋力キャラですね、うん、で、勇猛果敢、そして不動の4番。これ筋力ポイント結構使うぞ。まあでも最近のこの全力やってる方たちのパープル事情でいうと、まあ、筋力も結構割と余る、うん、ケース多いんで、まあいい筋トレですよね。臨床をここで使うってなると、うん、ちょっと恐ろしいですけど。え、フル紐ってて一層なの？そうっすね。だからなんか難しいですよね、ここもまた。チャンス、フル紐一層ってか、まあもうフル紐ってる時点で、うん、おいってなりますよね。まあ、もちろんこのキャラに関してテーブルはちょっとわからないんですけど。まあでも一つ言えるのは、先ほどのアテネもそうですけども、うん、3キャラとも、今回登場する3キャラ全員固有は持ってるみたいですね。あ、そうなんだ。はい。まあでも、不動の4番は査定割と低いんじゃないの？だって、4番丸だっけ？は査定高いんでしょ？そのパターンだと逆じゃん。うん。査定効率が悪いですね。でも筋力か。いやー、ハクくんかな？ハクが、うん、ハクくん、あ、女の子か、ハクちゃん、みなぎる活力、そして孤軍奮闘でいいの？はい、うん、このキャラもすごいね。まあやっぱりここですか、冷静射撃、結構面白いですよね。レーザービーム、速攻、意外性、うん、で打撃キャラ、うん、ここが筋力、パワーの上限値アップとかだったら凄まじそうなね。でもさ、肩の上限値とかにしちゃったらどうするの？使わないですね。いや、総力、肩なん、いや、どうなんですかね、わかんないですけど、うん、いや、そこやったら引く人減っちゃうじゃないですか。そこがパワーだったら、うん、事前情報では
この2キャラ、アテナが累計報酬とかなんか多分そっち系なんですよね、イベント報酬で、ソニアとハクに関してはガチャで、ね、ガチャで30連目50連目確定 SR 確定なんで、まあ、俺も引くモチベーションがあるんですよ。ただそれが型、うん、上限とか総力上限ならちょっと待てよって一個ブレーキ入ります僕はって考えたら、まあ、ここは絶対小谷さんも引かせたいですから、うん、まあ、ミートなのかパワーとか守備補給そこら辺だと思いますよ。なるほど、すげえ難しいね。皆さんの見解はどうですか。私は白で筋力っていう希望はあるけど、なんかよく考えたらそうじゃないんじゃないかって思ってしまうよ。でも白の、うん、そのデッキに入るときって誰を消すかって言ったら柳生だと思うんですよ。柳生枠だね。で言うと、まあもう打撃キャラじゃないですか、うん、で精神ボナをまず期待するじゃないですか、うん、で練習効果 30% 期待するじゃないですか、うん、で上限値アップってなるともうパワーなんですよね、その最大値、ね、今一番上にいる方たちの求めるもので言うと、やっぱそこでいいんじゃないですかね、うん、こういうコラボはもう変に裏を書いてどうこうってよりは、うん、まあもちろんデッキもデッキじゃねえ、テーブルもそうだし、うん、イベント内容っていうのも大事じゃん中で、うん、そうですね、うん、まあ、野球のモテモテイベントなんかめっちゃ強いですもんね、うん、他にコツ取れる可能性だってあるしね。はいはいはい。でも持ってるコツで言ったら初撃冷静あたりなんてね、レーザービームとかもなんかいいんじゃない、うん、あんまり普段さ自ら進んで取らないコツだけどさ、もう来たら取るよみたいな感じになるし。なるほど。ちょっともう一回おさらいしよう。もう一回おさらいしよう。アテナ。ここがあるね、イベント報酬ね。うん。ソニア。あ、ソニアとハクのどっちかって感じだな。上限がつくとしたら、うん、多分そうですね。でもさ、ソニアでパワーっていう可能性も十分あるからね。ありますね。まあ、それはそれでまた。なんかゲームバランス考えたらそっちの方が、最大値は目指した時に強そうだし、わかんないけど最大値が、まあ、本当広がりますよね、うん、全力の流れが終わるんだなっていう、そうだよね、そこの一歩目にはなるかなと思いますね。じゃあこっちだよ。どうですかね、全力の長生きっぷりも半端ないですし。長いね。好みさんの押してる感も半端ないしな。だってさ、なんか 色も赤だしさ。あ、そうですね、うん、何、いや全力、うん、の前にそろそろ新高校も出るっていう噂なんかちょっと前にありましたよね、なんか、うん、そろそろも出るみたいな、うん、出そうだよ常にって考えると、うん、こっちだね、うん、分かんないけど、まあでも白に来たらもう間違いなく現役で、すぐに使える、すぐに使える旬なキャラでありますね、うん、いやもう色的にソニアなんだよな。だってなんかちょっとかっこいい系じゃん、うん、赤だし、なんかなんとかレンジャーだったら絶対真ん中に行きそうじゃん確かに。で白はどっちかっていうとなんとかレンジャーでいう女性キャラ的な感じじゃん、まあ、全員女性らしいんだけどで、ね、ソニア、あ、ごめん、アテナに関してはなんか昔敵だったんだけどいきなり仲間になった系のなんとかレンジャーだったらね、うん、なんか黒とかそっち系の色だよまあ緑っぽいけどだからもう赤レンジャーでしょ。赤レンジャー知ってる？知らないです。ゴレンジャー知らない？知らないです。ゴレンジャー検索してみよう。もうめっちゃおもろいんだから、笑うんだから、はい、なるほどね。ということで、コラボイベント、はい、まだまだなんかこんなのもいっぱいあるみたいですよ、うん、なんか見た限りあんまりわからなかったけど、ここでなんかコンボがたくさんするとかそういうことで、アイテムとかももらえるみたいだね。うん。うん。なんかよりここはパズドラ要素がね、うん、ある感じのイベントですね。で、連れていくイベキャラによって、このまあスキルみたいなのが違って、より相手をね、倒しやすいとかそういうのもあるみたいなんでね。うん。うん、ここはちょっと、まあゲームウィズさんとかのサイトを見ながら、はい、まあ我々もお伝えしていこうかななんて思っております。はい、ということで、2018年の7月16日月曜日10時から開催。はい、うん、これはもうパズドラさんに合わせた感じですか？ですかね、うん、これまたさどうするよ我々、祝日だよ、まあ、それはでもここはもう
やるしかないですよね。うん、楽しみですね。ちょっと動画何本出すんだろうな、わかんないけど。まあでも実際に本当キャラがどれぐらい強いかですよね、まずは。うん、イベント動向に関しては多分1本でね、まあ普通にこうさらっと終われるぐらいだと思うんですけど、やっぱり皆さんが求めるところはこの上限アップを持つソニーやハクが、まあ、月曜日のガチャで出てくるのか、まあ少し日付スライドするかわかんないですけど、ここに関してはちょっとしっかり何かをお伝えすることで ね皆さんにメリットあると思うんで。いやー、ちょっとこっからね、皆さんの予想とかいろいろもろもろと膨らんでいくんじゃないですか。うん、いや、トクがガチャを引かないパターンをまず教えて。総力上限、肩上限だったら引かない。そうす、いやー、引かないとは言い切れないですけど、うん、どうなんだろうな。なんかでも2つ持ってても面白いかもね。それはやばいじゃないですか。でもそういう可能性もゼロじゃないじゃん。例えば、投手だったらコントロール持っててミート持ってるとか、ツノリアパターンとかでもいいよね。もうね、いいっすけど、それでいくともうアテナしか無理っすよね。変化球ね、変化守備、うん、全員持ってよよそれが一番面白いですね。ああ、うん、全員持ってたらさ、どうせまたパズドラはこの、なんていうの、コンボもあるでしょ、うん、コンボイメも、うん、いや、ちょっといろいろ幅を持たせてほしいよね。最近のさ、サクセスってさ、もう割とテンプレバーンって決まってて、変わっても一体が、そうそう、あいつと変えるみたいな感じじゃん。でもそこをさ、この3体のおかげで、いろんな種類の組み合わせだったり、あ、こいつ連れてくんだったら、じゃあこいつ久しぶりに使おうよみたいなパターンができるようになれば、多分みんなハッピーだよね。うん。うん。なんかそこを期待したいな。うん、そうですね。まあそれだとやっぱり、上限はソニアについてほしいですね。うん。とりあえず打撃固めからちょっと一回脱却して、うん。まあ今後の新高校に合わせて、うん、得意練習、一体ずつ連れていって、でサクセスやるぐらいな。そうだよ、なんかそんぐらい斬新なこう変わり方があっていいかもね、うん、そっちの方が多分皆さんも新規一点でまた楽しめると思うんですよね、ダラダラせず、うん、そこ求めたいですね。確かに。まああとこのねコラボか復刻があるかどうかないかどうかわからないから、まあ皆さんね、あのしっかりと情報は追いつつ、あの引く方はしっかり引く、うん、後悔のないようにやる方が多分いいかなと思う。うん、うん、そうっすね、うん、ルシファーのね二の舞じゃないけど、こういう大型のやつはやっぱりもう一回やろうと思ってもなかなかやっぱりできないことが多いから、うん、特にゲーム対ゲームだからね。そうっすね、うん、まあちょっと楽しみだね。はい、なんか言い残すことないですか。いや特にはないですけど、そのさっきのガチャの話で言うと、うん、毎回そのカズさんが聞いてきたように、うん、俺が引くか引かないか、うん、まあ、カズさんがどれぐらい引くのかっていうのを、多分そこがやっぱ一番の注目点だと思うんですよ視聴者さん。あ、まあ、結局は、はい、だとすると、はい、まあ、やっぱりそこ月曜日にしっかり動画出すとして、うん、まあ、それを一旦見てから皆さんも事故のないように、そう、ね、変なミスのないように、まあ、できるだけいいものを伝えられるように我々もやるとして、うん、皆さんもちょっとそこを見て何連するとかいくら課金しようとか考えてもらえたらなと思います。まあ、私に限ってはひとまず45は目指そうと思ってます、うん、でもし PSR が出てしまった時にはその時に考える、うんうん、まあ、あとはやっぱりあのやる気とかね、やる気150になるぐらいだったらまあ我慢してもいいかなみたいなね。練習効果つくんだったらやるしかねえ、ちょっと頑張っちゃおうかなとかね。まああとは他のキャラは 割と50とかね45でしっかり揃えてるので、フレンド枠っていう可能性もあるんで、そこはちょっとしっかりと、うん、考えながらやっていこうかなって思ってます、うん、そうですね、替えの効かないキャラになってしまったらまあ手持ちで持っとく必要はあるんでね、うん、まあ、そこら辺はしっかりと考えながらやっていきたいと思います。まあ皆さんもですね、この3体ですか、どうかなーみたいな、ご自身の今思っていることをぜひともコメント欄書いていただけると、まあ、皆さんでね、盛り上がれるのかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。そんな感じでよろしいですか？はい。じゃあ、3連休ですけども、まあ、実質、月曜日は、休みではありませんよ、皆さん。もう私、
言ってありますから家族に。なんかね、月曜日新しいのが妹始まっちゃうんだよね。だからちょっと月曜日どこも行けないから、行くなら日曜ねって言っときましたへーって言われました忙しいですからね、ここ忙しいなって申し訳ないですけど、はい、申し訳ないですけど、もう月曜日外せないです。そうです、まあ、家族の理解もあってできるパワープロでございます。頑張っていきます、はい、また動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。